山梨県下部温泉のラッシャさん。はいはい、おはようございます。おはようございます。山梨県下部温泉にやってまいりました。はい、さあ佐藤さん、こちらのお天気は風気持ちいいですよ ね。ちょっと曇ってますけどね。まだ雨は降っていないよね。爽やかな風が吹いてます。さあ今日の中継はですね、子供の通中継をお送りしたいと思います。家族で来るといいですよ。はい、後ほどお会いしましょう。ありがとうございます。さあ、もう近づいてますけど、お天気いかがでしょうかね。ラッシャさん、はいはい、おはようございます。おはようございます。はい、こちら下部温泉ね、曇ってますけど、まだ天気の方は大丈夫ですね。そうですね。はい、この温泉いいですよ。山あいのひらびた温泉で、なんかのんびりいたします。はい、さあ今日の私のパートナーはこちら、山梨放送の佐藤和子さんです。はい、おはようございます。山梨放送唯一の清楚で可憐なイメージのアナウンサー、佐藤和子です。自分で言っちゃえばね。いい加減にしましょうね。さておきね、こちらの下部温泉なんですけれども、資源庫の隠し湯として知られているんですね。そうなんですか。川中島の戦いの時に、武田信玄公、傷をここの温泉で癒したと言われている。歴史があるんですね。正しいところなんですね。はい、そしてこちらにですね、はい、面白いスポットができました。名前聞いて驚きますよ。こちらです。何、貝黄金村、湯の奥金山資料館。なんか黄金村ですよ。ゴールド、ゴージャスです。もうね。じゃあ早速中行ってみましょう。はい、どれだけゴージャスなのか。さあ、この湯の奥金山資料館、湯の奥金山というのはやはり武田信玄公ゆかりの金山なんですね。佐渡とか伊豆有名なんですけれども、そこに金を掘る技術を伝えたという貴重な金山なんです。なるほど。なるほど。こちらも信玄さんが絡んでるんですね。この資料館には金を掘るためにできた村の立体模型とか歴史資料が集められているんですね。ですから金山の歴史を知ることができるんですが、はい、でもその資料館を見る前にですね、その1階にあります砂金取りの問題に私たち参りました。砂金取りに挑戦。これは観光客の方もできるんですね。もちろんです。1回600円で、600円払えばできますよ。こちらはその砂金なんですが、見えないですね。貴重ですね。わからない。わからないですよね。じゃあポイント教えていただきましょう。はい、こちらの資料館の石田さんです。石田さん、よろしくお願いします。じゃあ早速、らっしゃいたまえ、この砂金取りに挑戦してみたいと思います。はい、まずはこれをですね、あの水の中でこうやって揺すってください。その大胆に荒っぽくいいんですか。はい、この揺することで、あの金というのは重いですから、どんどんそこに沈んでいきます。そうなんですか。はい、じゃあこれ激しくやった方がいいんですね。はい、そうですね。はい、こうなんか車運転してみたりして、アライグマみたいな。アライグマラスカルでラスカル。で、あとはこうやって斜めにしてですね、はい、この段がついておりますね。あ、段がついてます。はい、この段のところからこの砂を流し出す方がいい、ね、これじゃあ、あと、はい、もう今じゃあ金は下に沈んでるから、はい、これじゃさーっと砂を流せばいいわけですね。はい、そうしますと最後に砂がなくなった時にですね、この角にあの金がのあの引っかかって残ります。ちゃんとね、角に金が引っかかるらしいんですよ。はい、ちょっと先ほど練習しましたから結構うまいことできましたよ。さあ、でも本番はどうでしょう。さあ、あるかな。ちょっとダイナミックにやりすぎました。入ってませんね。石田さん入ってないですよ。石田さん、プロ入ってない。入ってると思いますよ。さあ、らっしゃいたまえは大丈夫。どんなもんでしょう。どんなもんでしょう。ないじゃん。すいません。あった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 。光りました。光った光った。ちょっと確認できます。あ、ありました。ここです。ここ。ほら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 。ああ、それだと。これ石田さんいくらですかこれ。はい。大体これ一つで50円ぐらい。50円。600円払って50円戻されました。やったー。あんまり効率悪いけど。はい。あ、あれ。佐藤さんいなくなりましたね。佐藤アナ。まあ、ラッシャーさん、貴重な金を取ったようですが、私はですね、その資料館の隣にあります、リバーサイドパークにありますヤマメのなんとレースの会場に行きました。ここでレースが行われるのに、ね、どうしてヤマメなんでしょうか。またレースを行うんでしょうね。赤池さんに伺います。赤池さん、はい、どうしてヤマメのレース始めたんですか。あのうちの町はあの今紹介していただいた下部温泉と、それからヤマメとホタルと、先ほどあの紹介していただきました金山資料館を売ってるんですが、はい、その中でヤマメをもっとあの大勢の方に知っていただくには どうすればいいかといろいろ考えました。で、あの元町長がですね、ある時旅行した時にアヒルのレースを見てきまして、はい、じゃあうちの町ではそのヤマメにレースをさせようということで
このレースがスタートしたわけなんですけども、家に練ったんですね、考えね、アヒルのように調教ができませんからね、はい、こんなハプニングがあるのか、そう、難しいですね。これ一回400円で参加していただきます、はい、400円であのコースを予想していただいてですね、当てていただいた方には、このようなあの記念のハンカチを、いやー嬉しい、まあ、超豪華この2人、はい、優勝記念、優勝記念、はい、今回早速ですね、この旅サラダ杯ヤマメレース大会会場にいる皆さん、はい、実はですね、コースに皆さんの名前が入っている。ゆきじさんも入ってますよ、まさきさん。1コースがゆきじさん、はい、2コースまさきさんとずっと続いてまして、はい、7コースのあきさんまで、はいはい、危なくね、5コースの宮古国は重量オーバーで出走を終わりしてるから、シャドバンに来てでも大丈夫です、大丈夫です、さあ行きましょう。さあ音楽お願いします。さあやっぱり本命はまさき号ですかね。番組的には言ってほしいんですけど、ヤマメは調教できないからさあ音楽になりました。この後です。さあ吉武号はどうか、和江号はどうか、秋号はどうでしょうか。さあ行きましょう。さあ行け、スタート。これスターターが真ん中で、私がこうやってヤマメを後ろに持ってるんだ。こうやって落としてるんだ。ラッシャーさん、いったー、それな、誰、あのね、宮古さんのところね、もうちょっとでゴールだったんですけど、逆走してるんです。なんだっけ、宮古も頑張るんだ。あー、そんなとこで受けを狙わなくていいから。はい、ダメ、本当だ、逆走してる。というわけで、1位は吉武号で、吉武号1位ですか。おめでとうございます。いやー、すごい、1位ということで、おめでとうございます。吉武さんにはね、このさっきのハンカチ、ラジオカメのサインを入れてプレゼントします。おめでとうございます。よかった、よかった、よかった。それ、スターターがきつい。ヤマメ言うこと聞かないわ。全然聞かないですよね。お腹すいた。そこでですね、流しそうめん、はい、行きましょう、行きましょう。流しそうめん、いろいろあるんですよ、こちらには。夏っぽいな、はい、夏はいいですね。ヤマメのレースの後はこの流しそうめん、よし、美味しそうですね。さあご覧いただきましょう、こちらが流しそうめん。笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、笑ってるだけじゃん。よいしょ、じゃあ早速前の人が残ってるぞ。はい、これいや気にしないでください。あ、そういうの気にしない方がいいんですね。じゃあいただきます。そうなんですね。はい、赤木さん、でもどうしてここ流しそうめんがあるんでしょうね。そうですね、ここは特にあのそうめんの産地じゃないんですけども、子供さんに喜んでいただけるような食べ物とか、そうめんと夏の風物詩ですね。こういうところをこうバックにして食べていただければ最高だと思います。夏さん、はい、流しそうめんって上から流れてくるんじゃないの。いや、それ言っちゃダメです。これは皆さん家族で楽しめるようにこうやって考えたんですから。丸いテーブルでね、丸いテーブルでね、和気あいあいとね、はい、でもこれやっぱりこういう景色の中で食べると普通のそうめんも美味しく感じますね。おいしければね、はい、そして、ね、さ、いや、ヤマメありますよ、ヤマメ。これもいかがですか。負けたヤマメでした。違ってね。ダメです。ダメです。いただきますよ。参加できなかったヤマメがこうやって出てくるわけです。呪われました。でもちゃんと美味しいです。美味しいです。お茶も出てきました。お茶も出てきました。ちょっとお茶見てください、これ。何？何？輝いてます。ああ、金が、すごいよ。金が浮いてる。この特産品で。はい。金箔入りの椎茸茶。椎茸茶。椎茸茶。すごくいい香りがしますね。色が肌にも良さそう。椎茸のいい香りがしますね。これうまいわ。椎茸っていう感じが。なんかゴージャスですね。体もいいし。ね、でもいいですね。ここ。ご家族で来たら楽しめますね。これからちょっと一番いいシーズンになりますね。本当に穴場なんですよ。穴場ですね。穴場ですね。夏に来ていいかもしれませんね。家族で来てみてはいかがでしょうか。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。下辺線からお送りしました。なんか先ほどから下辺運転のことを、ラッシャーさん、ラッシャーさん、はいはい、こちらが金を使ったグッズです。こんな羊羹も、そうですね、純金羊羹もある。これが金のふりかけです。控えおろ
来週の中継はですね、はい、愛媛県は四万十川行ってうなぎ取ります。あ、あとはうなぎですね。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。